ここから逃げろ、ここから逃げろとずっと昨日言われてて、分からなくて俺たちニコニコしたけど。どうも、島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。まずは最初にですね、皆さんいつもすいません言ってますけども、ぜひねチャンネル登録、そして、高評価ボタン、グッドボタンよろしくお願いいたします。確かにね階段でいいねっておかしいんですけども、なんかこうたくさんいいねを押していただくと、おすすめの方というか、なんかそういうふうにですね皆さんの方にこう、通知がいってよりね見やすい環境が整うという話も聞きました。いつもね、3000とか4000っていうすごい数高評価いただいてるんですが、5000とかってね、今目指してやっていますので、ぜひ一つよろしくお願いいたします。さあ、今日のゲストなんですけども、もう昔からですねお世話になっています、お笑いの先輩です、ドロンズ石本たけしさんです。お願いします。おはようございます、こんにちは、よろしくお願いします。いやいやいや、急にクーラー入れていただいてありがとうございます。そうなんですよ。いや俺も暑いなってジロジロしてたらスタッフが急にクーラー入れてくれたんで、正直です、やっぱりね、はい、こう空調の音って入っちゃうんで、はい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 、普段はこうオフにして、なるほど、撮影やってるんですけども、はい、オープニングの1分でもう石本さんが限界の顔されてたんで。いやこんな暑い時クーラー止めやがってと思ってずっと見たら、ようやくスタッフさんが動き始めてクーラーつけていただいて、はい、ありがとうございます。石本さん今映ってなかったですけどもね、はい、怖い顔してましたよ。いや本当ね、やっぱ僕と石塚さんすぐクーラーチェックしますんで、いや空調の場所、はい、キンキンに冷えてますもんね。いやいや、石塚さんと一緒になると、いや嬉しいですね。クーラーの場所から真下ありがとうございますね。映ってないからさ、この場所いつもありがとう。これ多分ちょっとずらしてくれたんでしょ、全体に。違う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 、これいつも通りの場所ですから、いつもの場所ちょっとずらしてくれた、はい、ありがとうございます。別に石本さん仕様じゃないですからね。これは本当ありがたいですね。うるせえな本当に。いやー来ましたね、号泣のツッコミ。ありがとうございます。あとあれですよね、うん、本当につい先日、うん、はい、アメリカ横断おめでとうございます。ありがとうございます。はい、おかえりなさい。ありがとうございます。20何年バカ野郎お前。こんなノリツッコミするの何年ぶりだろう。やめて、ヒッチハイク、ヒッチハイクで、ね、ヒッチハイクで。もうね、本当ね、長いことやりましたけどね、久々にこの長いツッコミ、恥ずかしいです、恥ずかしいですよ。ごめんなさいね、はい、今日階段話す会じゃなくて、あれ階段、俺思いますけど、島田君、デブで階段話す人一人もいないでしょ。いや、ね、いや、違う、これ、いや、言い方失礼なんですけど、うん、結構霊感ある方とかって、本当ふくよかな方ね、結構多いみたいな。ふくよかって言葉を濁さないでよ。デブでいいから。ふくよかって言われたらもう何年ぶりだろう。そうね、でも、大変なんだろう、俺はそんなにね、自分では霊感強いと思わないけど、はい、やっぱりね、なんて海外とか、いろんな国行ってると、なんかこう、なんていう、入るというか、結構そういう経験する人多いっていうじゃないですか。はいはい、まあ、僕も今回はその中の一つ二つちょっと話させてもらおうかなと思って。楽しみです。霊感は決して強いわけじゃないんですけど、はい、あ、確かにそう思うとあの時の経験はそうかもしれないなみたいなのがちょくちょくあったなと。じゃあ今日は実体験を。実体験ですね。お話しいただけるわけですね。はい。ちょっとぜひじゃあ皆さんですね、はい、まず石本さん、うん、石本さんもですね YouTube チャンネルお持ちでして、うん、チャンネル名が100日後に消したくない飲食店と言って、はいはい、まあ僕自分で飲食店もやってるんで、美味しいです、馬肉屋たけし、ありがとうございますね、はい、1回しか来たことないくせにね、ありがとうございます。石本さん1回半です。1回半途中帰ったんかい。まずくて1回半って人初めてだよ。用事があって途中で出ちゃったんで。本当、はい、味は美味しいです。1回半って初めて会ったんだけど。食べてる年かな。違う違う、あれ1回半だから。違う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 、ケツがあって。本当、はい、そう、ケツがあって仕事があって。今後はやめよ、今後は言わないでそれを。じゃあ1回半っていうのは、はい、うちの店1回半行ったっていうのは言わないで。あのイメージは決して良くないから。2回って言った方がいい。2回でお願いします。ぜひ皆さんもね、石本さんのお店足をね1回半運んでいただきたいと思います。みんな帰るから途中で。お願いします。本当ね、もう僕も飲食店やってるからこそ、はい、まあ、自分で SNS できないお店の方とか、自分でこうね YouTube 発信できない人とかでも、まあ100日後にね残ってほしいな、このコロナで潰れてほしくないなってお店たくさんあるじゃないですか、はい、皆さんおのおのそういったお店を取材させてもらって、ただただ本当に美味しさを伝えるという
チャンネルをやってるので、もしよろしければご登録よろしくお願いします。石本さんね、本当にあの、うん、熱い人でね、いやいやいや、なんか本当にみんなのために何かできないかっていつもこう動かれてるっていうね、うん、全くこう顔に似合わないね、活動されてますんで、お前さん一回俺が返したのかな、もしかして帰れお前来るんじゃない、帰れって返したかもしれない。違う本当に美味しいです。はい、ぜひ皆さんね、石本さん、恵比寿の方ですよね。そうです、馬肉屋たけしというお店と、YouTube チャンネルありますので、うん、ぜひ、チェックの方よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、はい、じゃあその体験談というお話、うん、お聞きしてもいいですか。どうしようかなおかしいでしょあのごめんなさい、本当にしてもいいのか分かんないけど、していいの、あの本当にあのそれしないとあの本当何しに来たんだろうかってことになってしまいますし、いやいやいや、もう今ねちゃんとお店の宣伝もできたから、もうそろそろいいかなやめて本当に最低、ね、いやいや見てるからこのチャンネル、あ本当ですか、毎回見てますよ、あの中への体験なんてもう何が言ってるか分かんなかったもんね下北沢の不思議な話でしたよ ね、あれも楽しかったけど何言ってるか分かんなかった、はい、今回僕は本当に霊体験というか実体験で、はい、今思うとあのあ助けてもらったのかなとちょっと思ってる話なんですけど、はいはいはい、まあ、僕はあの昔ヒッチハイクってあの電波少年という番組でこう南北アメリカをヒッチハイクでずっと行ってたんですけど、はい、まあ、ずっとあの南米から中米北米とアラスカまで行ったんですけど、うん、その時に、まあ、南米で起こったことなんですけど、はい、まあ、僕はあのその時番組の企画だったんであのお金ないんで、うん、寝るのは大体野宿だった、はい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 、うん、野宿大体場所が、まあ、人がいる教会、まあ、人がいるガソリンスタンド、うん、まあ、あとは公園、まあ、公園はやっぱ安全な場所、ベンチがあってベンチの後ろの方の森だったら人が見えないから、うんうんうん、こう安心だっていう、まあ、その鉄則があったんです。大体なんか危険ですもんね、海外で、ね、南米特に危険だ、その当時は危険だったんで、はい、でまあ、確かにあのスタッフももう、ゴールする前に4回か5回暴行を受けたりとか、カメラも奪われたりとか、もう車の横転とか、まあ、結構事故はあったんですけど、はい、まあ、その野宿するときに、まあ、その時は多分コロンビアかな、コロンビアっていう国に入ったときに、まあ、コロンビアはちょっと危ない国って結構有名で当時で日本人がいたら、おい日本人だ金くれよってすぐこう近寄ってくるぐらい危ない国だったんですよ、でコロンビアで当時、まあ、野宿をしようと思って、まあ、公園で野宿してたんですよね。で相方と、まあ、いつも通り、まあ、周り人いないな確認してベンチがあって、ベンチの裏の方の木とか森の方に隠れて、うん、寝袋引いて寝ようかって言って、はい、まあ、準備をしてた時に後ろの森のカサカサカサって音が聞こえたんですよ。でたまにあの南米ってちょっと動物もいるんで犬かな猫かなと思って、はい、まあ、夜多分8時9時ぐらいだったと思うんですけど、もう暗いんでカサって言うけど、まあ、気にせず寝ようかと思ったら、おいおいって、まあ、スペイン語でオラオラって、まあ、オラってこんにちはってことなんですけど、はい、オラって声だから、えパッと見たおじさんが立ったんですよ。ほう、うわっと思って、向こうから人来ることあるけど、あのベンチの向こうか裏から人来たと思ってびっくりしたんですけど、ほらっとあっと思ったら、何やってんだって言うから、はい、まあ、僕らはあのよく聞かれるんですよ、君たち何やってんの2人でって言うから、いや実はヒッチハイクでアラスカまで挑戦してんだよ、うん、まあ、スペイン語でデサフィオって言うんですけど、挑戦してるんですっていう話をたくさんしてるんで、そこでもまたおじさんにしたわけですよ、はい、実はこうやって、あそうなんだっておじさんが、ただ今思うとイエロダキイユラキイユルダキイユルダキイユルダキ、あまだ結構ねスペイン語ある程度単語は覚えてたんですよ、はいはい、車だとか食べ物とか、イユルダキってアキっていう言葉だけはここっていう日本語で言う、はい、アキはここっていう言葉だけ覚えたけど、イユルデでも何の言葉か分かんなかったんで、うん、ここって言うから、あここで寝てるんですみたいな話をしたら、の夜だけもう分かんなくなって、はい、まあ、理解できてなかったので、あーあーって、まあ、いつも笑顔でごまかしたんですよね。でそのおじさんにがずっと喋ってたんですけど、僕らがもうニコニコしてるから、もうおじさん、うん、納得せず、まあ、そのままいなくなったんですよね、はいはい、まあまあまあこういうことよくあるんです本当にずっと、うん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 、まあまあいいやと思って寝ようと思った時に、相方トイレ行きたいと、トイレ行きたいなって時にふとおじさんがイールで空き以外にガソリーナって言ってたんで、ガソリーナっていうのはガソリンスタンドのことなんですよ。ほうほうほう、ガソリンスタンドの話してたなと思った、ガソリンスタンドが近くにあるよって言ったのかもしれないと思ったら、2、300メートル先にガソリンスタンドがあったんですよ、はい、あ
相方トイレ行きたいから、じゃあガソリンスタンド行ってくるねってガソリンスタンドも行って帰ってきたら、あのガソリンスタンドと仲良くなったから、ええ、ここで寝ていいよって言われたよと。ラッキー。そうですね。トイレも近いし明るいし一番いいじゃんと思って、じゃあ荷物持ってガソリンスタンドも移動したら、スタンドの人が、あ、君たちこうなんか挑戦してるらしいね、ヒッチハイクで、ここで休んでいいよ、ピストルもあるしねって言って安心だからっつってそう怖いんですけど、ね、いや本当でもそういうとこなんで、はい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 、人が来てもピストルあるから俺らが守ってあげるからって言われて安心してそのまま寝させてもらったんですよ、はい、で朝起きて、あ、今日もゆっくり休めたな、じゃあ僕たちまた挑戦してヒッチハイクで進みますってガソリンスタンドに挨拶して、まあ、300メートル先かな、スタンド先でまたヒッチハイクを始めたんですよ、次は。はいはい、だいつも通り車は1時間経っても2時間経っても3時間経っても止まんない、うん、最悪だなと思ってやってたら、1台車が真っ赤なね車パーッと待って、来た来たと走っていったら、まあ僕たち隣の町まで行きたいんですよ、いいよ乗っていけって、うん、言ったその人の顔が昨日の公園に来てくれた人のおじさんだったんですよ。ラッキー、超ラッキーって、 おじさんありがとうありがとうって、車のあの何ですかね、後部座席に乗って、はい、ありがとうございますっておじさんも、おいいよいいよって、え、君たち何してたんだ、え、昨日説明したのになと思って、いや、ヒッチハイクで、昨日も話したよねっていうか、まあ、スペイン語俺も片言で喋ったから伝わってないのかなと思って、いや、こうやってヒッチハイク挑戦したんだよ、すごいね、あれ、昨日と全く同じリアクション、まあいいやと思って、おじさんは何してきたんですかって言ったら、いや、僕は帰るとこだよ、ああ帰ると、ああ、隣の町に帰るんです、そうなんです、え、何しにこの町に来てたんですかって言ったら、いや、去年、弟が亡くなって、その墓参り来てたんだよ、あ、そうだったんですか、ラッキー、え、どうしたんですか、お父さんは、いや、去年君たちが泊まった君たち近くでガソリンスタンド先の公園でマフィアに殺されて、うん、亡くなっちゃったから、その間に来たんだ、あの墓参りに来たんだよって、へーと思って、その弟の写真をパッと見せられたら、その人だったんですよ。昨日会った人ですよ、要は双子の弟で、双子なんですね。だから話が合わなくて、へーと思って、あれ昨日会った人おじさんじゃないあれと思って、その乗りながらイールダーキーっていう言葉を覚えてるから、はい、イールダーキーってずっとなんかこれは何ですかっていう言葉で、イールダーキーって何って聞いたら、イールって逃げろっていうことだった。ここから逃げろ、ここから逃げろとずっと昨日言われてて、分からなくて俺たちニコニコしたけど、たまたま相方がガソリンスタンドでトイレ行ったからガソリン止まれたけど、その多分弟さんは多分そこで殺されたんでしょうね、マフィアかなんかで。だからここから逃げろ、ここ危ないから逃げろ、ペリグロとかクイダートって言葉あって、危ないとか危険なんですけど、確かにそれも言ってたなと思って、クイダートクイダートイルダキーと、それ全くわからないな、まあまあ怖かったからニコニコしたけど、今思うとあのおじさんが、まあ、亡くなった弟さんがイルダキーここから逃げろ、ガソリンスタンド行けって言ってたのを気づいて、あの人が言ってくれたから、もしかしたら僕で殺されなかったかもしれないなっていう。コロンビアってあの薬物とかをこう交換する場所結構あるんですよ。はい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 。多分その公園がその場所だったらしくて、僕ら知らずにそこ野宿してたんで、確かに誰も人いないなと思ったら、そういう危険な場所だったんですよ、地元からでは。そうなんですね。それを知らずに俺ら野宿してたから、そのもしかしたらその弟さんが、まあ、助けてくれたというか、今思うとここから逃げろ、ここから逃げろ、ガソリンさんで行っとけって言ってたのかなと思うと、助かったなっていう。これすわー、これちょっとねスペイン語だから難しいかもしれないけど、今思うと、あ、イールダキー、あ、ここから逃げろだったなっていう、この言葉ってね覚えておかないと。そうですね、本当怖いなと思ったけど、それで覚えました。だからいや、ちょっと石本さん、本当にオープニングの数々の失礼な発言、はい、申し訳ありませんでした。いやいやいや私も本当に申し訳ございません。本当にマジですごかった。怖くないですかね、今思うと。いや、なんかいろんな話聞きましたけど、やっぱもちろん実体験でもありますし、うん、なんかすごくお話も上手だから引き込まれちゃって、いや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 、めちゃくちゃ、ま、不思議というか、ね、でその翌日にお墓参りに来ていた、うん、同じ顔をされた双子の方の車に乗ってるのもすごいじゃないですか。そう、多分それも今思うと、その弟さんが兄貴乗せてあげろって言ったのかもしれないし、だから全く昨日の人がなんでこんな無反応なんだと思ったら、もうただの双子の人の写真で写真見せられて、この弟があの先で公園で殺されてって言って、はあ、もしかしたら昨日の弟さんが本当あの野宿してたら
ね、君たち死ぬよって教えてくれたのかなと思うと、まあ、ありがたい、ありがたい実体験の話かなと。そうです ね、っていう話。やっぱりでもあの番組ってもうね、うん、過酷で、なんていうかね、もう本当に危険と隣り合わせという番組だったじゃないですか。ね、そうね、もう何度も本当、まあちょっとね、これもちょっと霊体験とか怪談じゃないんだけど、本当には電波少年ではあのピストルに撃たれたりね。え、誰かですか？俺らピストルに撃たれたの。え？あのこれテレビでね、何年か前にね、あのダウンタウンの浜田さんが芸人一番死にかけたグランプリみたいになって、はい、見事1位に選ばれたんだけど芸人1位死にかけたグランプリっていうのがあったの前すごい大会ですけど、ね、その大会で俺見事1位に選ばれたんだけど、あのやっぱりピストルで撃たれてアメリカで、はい、まあ、死にかけたっていう、というかこの話はね本当実体験というか、いやぜひあの電波少年の裏話もあったら教えていただきたいです。いやこれね本当ね、人間の心理っていう話でいいですか？あ、ぜひあのまあね、こっからじゃあ人コアってことですよね。人コアっていうか人間の心理ってやっぱりね、こうなるとこうなるんだなと思ったんですけど、これね本当アメリカでね、もう覚えて、今でも覚えてるんです、ミネソタっていう、まあ本当平和な街で、はい、まあいつも通りヒッチハイクをした時に、まあ、1台の車が来たんですよ、ブワーッと。ニコニコしながらね、お願いしますって言ったら、缶ビールかなんかをパーン投げられて、うん、車の中から、危ねえってなって、まあ、こういうことは日常3時なんですよ、実は。日常3時なんですよ、ね。まあ、いろいろね、まあ、いると思うけど、そしたらね、まあ、無視してニコニコしたら、その車はね、U ターンしてくるのが見えたんですよ。はい、ああ、また戻ってきたよと思って、乗っけてくれるのかなってギャグで言いながら、ぐーっと U ターンして、また向こうから、右手にね、ピストル持ってたんです、今度は。で、うわーって叫んでるんですよ、もう今度。カムバックオリンピック、なんかアジア帰れ、クソ野郎みたいなこと言われながら、はい、叫んでる、パッと見たら、ピストル見えたんで、うわーって思って、相方と、もう逃げろと思って、この後ろは土手だったんですけど、はい、土手にジャンプしたら、パンパンパン、4発。もう音確実にしたんです、パンパン、うわーって、キーって、はーって思って、まず、ほら、わかんないけど当たった時ってなんか涼しくなるっていうじゃないですか、当たった場所が痛いとかっていうかっていうね、話聞きますよね。でわーっと思って、うわっ、まず自分がもうこの辺が全部涼しくなって、まあ多分本当はその時寒気だったんですけど、うわっと思ったらただの汗で血じゃなくて、パッと相方見たら相方がまず動かない、やばいと思ったらもう相方ももう震えながら、あーって言うから大丈夫かって言ったら大丈夫だって、カメラマンのディレクターも大丈夫ですか、大丈夫って、もうとにかくもう逃げろって言って、近くに小屋が見えたんですよね、はい、その小屋まで車がいなくなったから走って逃げてたんですよ。もうそしたら3人ともピストル撃たれたからもう何もできないし、もう手はずっと震えてるし、怖くて小屋の中にいたんですよ。そしたら車が叫びながら戻ってきてるんですよ。また戻ってきたんですか？また戻ってきたの。こうなった時の人間の心理って分かんないけど、僕のが相方よりでかいし、あ、今までそのなんていうんですかね、学生時代ラグビーとかもやってたから喧嘩とかもしたことあるし、はいはい、相方なんて文化系、うん、もう何もやったことないのが、もうやっぱりもう人間の心理を 怖くなったら何するか分かんないですけど、小屋の中に斧があったんですよ、はい、普通の農家の多分小屋で斧を相方が持ってドアの前に立って、石本、あいつら来たら俺殺すからずっと立ってて、ほんで俺も分かんないけど、もう来たら今度は殺されるしかない、こっちが殺すしかないと思うから、そこら辺のなんかこ 木の先にただ槍みたいなのがついてるやつもあって、はいはいはい、俺はもうそれでもドアのとこ立って、もうね、人間の心理って恐ろしいけど、こんなに相方が楽しいと思ったことないぐらい、人を殺す時の顔ってこんな顔なんだってぐらい、もう相方が真っ青になって、もう殺す殺す殺すってずっと待ってるんですよ。でもう俺も、あ、もう来たらもう撃たれる前に殺さなくちゃいけないから、俺も殺す殺すって言ってやってる顔をディレクター撮ってたんですよ怖くないですか？これを撮ってるディレクター怖くないですか？こっちのプロだなと思って、いやすごいっすね。石本使えないかもしれないけど、まずはこんなドキュメントないですよ。いや恐ろしいと思って、自分たちも恐ろしいけどディレクターがさぞもっと恐ろしいと思ったんですけど、それでも回すって言ってたんですけど、あの時のね、人間の、まあ、多分体感時間でいうと多分ほんとね1時間ぐらいあったんですけど、結構小屋の中に、はい、でも実際見たら本当10分ぐらい。あ、そんなもんなんですか？もうね、人間って殺されかけたらもうやるかやられるかなった時はもうあんな思いしたらもう自分がねやられる前にやるしかないなと思ったけど、
人間の顔ってやっぱ見たことない顔になるんだなと思って、相方のあの顔、まあ、一生忘れないですね。だって大島さんってね、本当、はい、優しいね、ニコニコっていう顔じゃないですか。あいつが斧持ってドアの前にこう立って、殺す殺す殺すってずっと、はあ、怖いと思って、もうそのまま、まあ、いなくなって、そこから初めてアメリカでディレクターが優しい言葉をかけてくれて、はい、今日はもうしょうがないね、ホテルで泊まろうって言ってくれたんです今まで濃縮してたのに今日はもうしょうがない、ホテル泊まろうっつっていやすごい話めちゃくちゃ怖かったですね。はあ、ちなみにその模様ってオンエアされてるんですか？オンエアはね、後日何ヶ月後かに、あの時こんなことされましたっていうのと、先ほど言った浜田さんの番組で1位取った時にちょっと応援されました。その時に石本さんを取った それはされてない。だから撃たれた後、逃げるまでしかされてない。撃たれた後はこの心理状況の話は今日初めてしたんだけど、やっぱ人ってこうなったらこうなるんだなっていう時の経験はちょっとね、今思うと、まあ、経験しててよかったなっていうの。いや確かに、うん、日本で普通に暮らしてたらね、本当にもう殺されるっていう、やるかやられるかとかね、そういう状態にならないですけど、そういう時ってね、そんな喧嘩なんか一切したことないっていう、そういう人でも、うん、もうやるしかないって、そういう気持ちになるんですね。いや、しばらくでもなるんじゃないの。もしかもうね、正直変な人のひょろっとしてるじゃん。いや本当そうですよ、僕なんか人なんかなることないですからいやでもそういう状況になったら、しばらくも多分ここの角を使ってとかいろいろ考えると思うよこの角、この椅子使ってとか。そんだけそれを大久保さんは取るんでしょうかねいやお前もやれよ、イライラしちゃいそうですけど。本当でしょ、お前も戦えよ、お前が戦えと思うと思うけど、はい、まあそんなことも突っ込めないぐらいの精神状態だったんで、あれはまあ怖かったですね。ああいう経験は多分ね、ない、うん、まあ今日本ではないですね、うん、石本さんこの話もしかしたら広告制限かかるかもしれないです、ね、いやまあまあ別にでもね、あのお金がってことじゃなくて、まあね、このチャンネルはね、そういった皆さんのいろんな恐怖体験を ね、お伝えして楽しんでいただきたいっていう ね、まあ、確か俺も初めてね、あの時人殺そうと思ってっていうの初めてだもんね。いや、カメラの前で言うことじゃないもんね。そうだよね、俺も今喋ったけど、そうだよね。いや俺の時人本当に殺してやろうと思ってて言っちゃダメだよね。石本さん芸歴今何年でしたっけ？25年で、はい、なんとか広告制限かからないようにしてくれるねまあでももう言っちゃったね。いやただすごいいいお話を、いいか、まあそうですね、はい、でも殺そうと思ったってね、やっぱ本当多分人間多分人生それっきりないもんね。ギャグでね、殺してやろうかとか言う時あるじゃないですか、はいはいはい、ああいうの本来は思ってないでしょ。思ってないですよね。俺は本当に思ったから、その時やっぱそういう心理状況は多分今後ないだろうなと思う、日本では。そうですね、あれですか、よくね、そんな経験してしまうと、うん、トラウマになるとか、なんかこうふと思い出してしまってブルブル震えてしまうみたいなね、なんかそういう精神的なこと大丈夫でした、その後。あのピストルとか人に対しては全くなかったんですけど、コンビ解散する前ですね、相方が7秒ぐらい沈黙すると、何怒ってんのって思っちゃうぐらい相方へのトラウマ。そう、相方があの顔した、あの顔したの覚えてるから7秒間ぐらい相方こういうあ、殺されるなってなんか手の先に見えない斧が見えてくるってことですよね。それはありましたよ、やっぱ相方が7秒以降沈黙するとちょっと怖かったなっていうトラウマはありました。そうか、その人のその顔見てますともね。いや見れないと思う、あ、こういう顔するんだっていう人殺すときは。いやちょっとすごい今回とっても濃いお話、いやいやいや大満足です。本当ですか、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとやっぱりいろんな経験されてますね。いやいやいや、あのまだまだお持ちということでですね、うん、あのまたあの石本さんお話しいただきたいと思いますので、はい、その時よろしくお願いいたします。お願いします。そしてですね、石本さん YouTube チャンネルやられています。名前何でしたっけ？100日後に消したくない飲食店です。はい、あのね、今こういった状況、ね、大変な飲食店さん多いですが、そういったねお店を応援しようという素晴らしいチャンネルです。ぜひ皆さんね、概要欄貼っておきますので、チャンネル登録そして、高評価よろしくお願いいたします。お願いします。本当にありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしかったです。本当？はい、殺してやろうか本当に、あのもう絶対その経験をした人が言っちゃダメな言葉なんですよ、ね、サービス精神かもしれないけど、本当に先輩かもしれないけど、後ですごい説教しますからね大島の顔と似てるこの顔だった、怖い怖い怖い。それではまたお会いしましょう
斧ありますダメダメ、こういうの本当ね。すみません、ありがとうございました。